どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。エブリーです。今回はですね、乗り換え駅として指定されていないのに乗り換えができちゃう企画をやってみた動画をお送りいたします。でこれどういう意味かというとですね、まあ大体ね、乗り換え駅として指定されているのはね、まあ大体あの本郷三丁目今いるんですけども、まあ丸ノ内線とか乗り換え駅として指定されておりますよね。でメトロと都営に至ってはね、乗り継ぎ割引が適用されています。で一方で乗り換え駅として指定されていないのにもかかわらず乗り換えができちゃうっていうのがあるんですよね。例えば山本町と秋葉原とかは、まあ、今でこそ地上乗り換えとなっておりますが、昔は地上乗り換え駅として指定されてなかったんですよね。でもなんか2010年代で指定されたっていうわけなんですよね。で現在でも指定されていないのにもかかわらず、まあ、乗り換え駅としてまあ距離が近いっていう駅をね、今回はちょっと検証をしていきたいと思います。それではもう一つ、今回は約8ヶ月ぶりにレギュラーに登場していただきます。それではどうぞ。はい、本当にお久しぶりです、視聴者の皆様。ここで質問します。皆様は快速合図というものをご存知でございましょうか？エビさんはご存知ですよね？知ってます。はい、それに指定席がつくことはご存知でしょうか？なんか14席ぐらいなんかつきましたよね。そうです、実はこの指定席、東北の会津の人たちから不満が上がっているとのことです。なんかニュース記事で見ましたけども、なんか結構不満の声がありましたよね。はい、今の会津快速会津は、E721系2両編成での運行ですが、このうち1両指定席にすると残り1両自由席、さあどうなるでしょうか？大混雑ですねと思うかもしれませんし、または地鉄のような現象が起きるかもしれません。ということをこの機会に今のうちにお尋ねしておきたかったなっていう HK です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや本当にね、かなりのお久しぶりっていう形で登場していただきましたが、やばいですよ、もう本当にやばかったですよね。いやー、まあ、今回ね企画にちょっとね出演させていただきますが、もうなんというかですね、皆さん覚えてますかね？本当どうでしょうね、本当それ不安ですね。ではね、改札の方へ向かっていきましょう。はい、改札に到着いたしました。これからどこからどこまで非公式乗り換えやるか知ってますか？はい、はい、答えてみてください。上野御徒町から湯島です。はい、そうなんですよね。今回はですね、上野御徒町から湯島まで非公式乗り換えとしてやっていきたいと思います。で今回はですね、切符を使うわけでこれです。はい、これを使ってね乗り換えたいと思います。それではね、ここから上野御徒町まで行ってみましょう。上野御徒町駅に到着いたしました。これからですね、改札出て湯島駅に乗り換えるんですけども、まあ乗り換え方をねちょっとね我々でねご案内させていただくってことでね、そう、私もねこれやるの初めてなんでね、まあちょっとね苦労しそうですね。やったことありますか？多めに見てください。はい、そうですね。ちなみに私もやったことはございません。ああ、やっぱりそうですよね。まずやる気にもなりませんそれを言っちゃいけませんよこれではね、改札出てみましょう。はい、改札に出てみました。でね、現在地はですねここなんですけども、湯島がここなんで本当にあれなんですよ、めっちゃ近いんですよね。だからまあとりあえず A4 出口に行って、そこからこうやって行ってまあ入るって形でやっていきたいと思います。果たして何分かかるのかね、まあやっていきたいなというふうに思いますね。はい、こっちに行けばいいですね。
ちなみに我々は京成の方には、あれあれ行きませんよ。おお、こっちですね。こっちですよ。そう、こっちですよ。あと先ほどのことは水に流していただければ幸いでございます。ちょっと失言が渋すぎますね、本当にね。ちょっと行きませんね。放送事故というかなんというか。いや、これちょっともうできんが。あ、それはいいぞ、どうぞ、置いといてですね。じゃあ行きましょうか。はい。はい、こちらが A4 の出口となります。で、まあ見たらですね、こっちになんと千代田線湯島駅って書いてありますね。すごいですよね。そう、つまりどういうことかって言ったら、まあ近いってことっていうことの、まあ証明みたいなもんですよね。ですね。じゃあ湯島駅まで歩いてみましょう。はい、はい、地上に上がってまいりました。で、これからですね、こちらの方に行ってみたいと思います、はい、そっちに行けばね、湯島駅に行けると思うので、ね、行けたらいいですね。そうですね。では歩いてみましょう。はい、ホームに到着いたしました。どうでしたか、感想は。意外と近かったです。そうですよね。まあ、あの出現はなければって思ったんですけど。ずぶと引きずってますね。まあまあまあ、しょうがないです。しょうがないですね。人間過ぎたものはもうね、はい、あの水に流そうとかって、はい、ないじゃないですか。あ、そういうのと同じことは思ってます。そうですね。まあ、私としても感想でやつですね、あ、やっぱり意外と近いんですよね。そう、やっぱり意外と近かったんでね、いやあっという間だったなというふうにね思いましたね。なんというかね、まあもしね好評であればこの企画をね続けていきたいなというふうに思います。まあ、逆にね不評だったら多分これで終わるかもしれないですけども、まあそれはね視聴回数にね、まあ、委ねられるっていうわけでございますね。ぜひとも皆様の視聴回数1万回をお願いいたします。1万回ですか。これ宣伝をちょっとしておかないと。宣伝でもさ、これでさ1万回超えたら逆にやばいよね。まあまあまあ、そう、いやまさかと思うけどね、1万回は越したりはしませんよね。まさかと、うん、どうでしょうね。あ、どうでしょうね。あ、そういう、そうきますか。まあ確かにね、1万回越したらなーってふうにね、まあ個人的には思いますけども、まあそれはねやっぱり再生回数次第でね、まあ今後この企画を続けるかもうやらないかなんていうね決まってしまうので、まあその点に関してはご了承ください。ではね、今回の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録高評価していただけると幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。